皆さん、こんにちは。妙流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画を見ていただいている方の中でですね、一つの仕事を続けることができなかったり、また、育職場、育職場で不思議と辞めないといけないようになるようなことが起こったりとかですね、また、これといった理由や事情がないのに、 無性に、衝動的に仕事に行くのが嫌になって辞めてしまったりまた精神が過敏で人と会うととても疲れるので仕事に行けなくなってしまったりとかそのようなことでねお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度当人にご相談してくださいきっとお力になります